アスランチェリー・トハクシノフ・アスランチェリー・キトビチ・トハクシノフは、ロシアの学者、教育者、政治家。マイコープ工科大学学長を経て、2007年から2017年までの約10年間、アデュゲ共和国市長を務めた。社会学博士。統一ロシア所属。1970年、アデュゲ教育大学文献学部を、1977年体育学部を、それぞれ卒業する。 1971年から1983年まで身体文化、スポーツ委員会を指導した。1983年から1994年までマイコープ職業訓練校で学部長、校長を経て、1994年から2006年までマイコープ工科大学学長を務めた。トハクシノフは教育者、学者のかた1981年から 地方議会の大議員に選出され、1990年にはアディゲ人民大議員に選出されている。1992年アディゲ共和国際公会に大議員。第1期議会では文化、教育、青年問題委員会議長の後、人道委員会議長を務めた。2000年ロシア大統領選挙と2004年、 ロシア大統領選挙では、トハクシノフは、ウラジーミル・プーチンの代理人となって、選挙運動に当たった。2002年1月13日アディゲ大統領選挙に、立候補したが、7人の候補中、5位で、得票率2.6%に終わった。2006年12月6日、プーチンは、トハクシノフを、アディゲ共和国大統領候補に指名し、2007年1月13日に、 大統領に就任。2007年ロシア会員選挙では与党統一ロシアの候補者リストに上位で掲載された。2011年5月1日に大統領職が主張に職位名変更。2017年1月12日に退任。私生活では夫人との間に息子が一人いる。ありがとうございます。